はいどうも、夜勤明けライダーと名乗る者です。朝目が覚めてもね、布団の中から出るのに気合と根性が必要なシーズンになりつつあるように思いますけれども、さて今回の動画はですね、我が国日本の公道において大型バイクは必要か否かというテーマでお話ししていこうかなという動画になります。もうかなりね、他の元ブロガーさんによって語り尽くされた感のあるテーマではあるんですけれども、ちょっと今回は僕なりの視点でもですねお話ししていこうかなと思います。個人的な結論から言ってしまうと、日本の公道で大型バイクなんて必要ありません。僕自身乗っているから言えるんですけれども、これは断言してもいいレベルです。え、必要ないと思うんだったら手放せばいいのに、これだから大型乗りは、なんてね、この動画を見ている人の中で大型バイクに興味がないっていう人は、そう思った人もいるんじゃないかなと思いますけれども、そうなんですよね、全くその通りだと思います。しかしながらですね、僕が今持っている大型バイク、トライアンフのストリートカップっていうバイクなんですけれども、それを手放すつもりは今のところは微塵もないんですよね。以前の動画で排気量も馬力もでかけりゃいいっていうもんじゃないみたいなことを言いましたけれども、逆もまたしかりでですね、小さけりゃいいっていうもんでもないと思っているんですよね。というわけで、これからですね、僕が大型バイクなんて必要ないよなと思う理由を2つ、必要ないよなと思いながらもなぜか大型バイクに乗ってしまう理由を3つですね、お伝えしていこうかなと思います。大きいバイクと小さいバイク、果たしていいのはどっちみたいな極端な見方ではなくって、そんな考えもあるんだくらいのフラットな目線で見ていただけると嬉しいです。それでは行きましょう。日本の道路において大型バイクなんて必要ないよなと思う理由、その1、早すぎて困る。もうね、早いんです。困ってしまうくらい早いんですね。それはそうですよね、軽自動車よりも軽い車体に軽自動車と同等かそれ以上にでかいエンジンを積んでいるわけなんですから、日本の公道を走る上では周囲の交通の流れよりも速くなりすぎてしまうのは全くもって当然のことなんですよね。もうね、ちょっとスロットルを開けただけでも簡単に時速100キロとかになってしまうんですよね。レースシーンでもないのにそんな加速力は必要ありません。さらに意味がわからないのはですね、トラクションコントロールとか言って間違ってスロットルを開けすぎてしまうと逆にエンジン出力を抑えてしまう電子制御装置が最近の大型バイクには大抵の場合装備されているんですけれども、そんなのを後でつけるくらいだったら最初から排気量も出力も小さいバイクを作ればいいんじゃねと考えるのがですね、まあ合理的な考えだと言えるのではないでしょうか。一流のグランプリ選手でさえね、自分がバイクを操れているなぁと実感できるのはせいぜい 150cc くらいまでで、リッタークラスのバイクとかは乗りこなせているように見えて、実のところは経験と勘、それと運に頼って乗っているみたいなことをどこかで聞いたことがありますけれども、一流のライダーでさえそうなんだから、我々庶民派ライダーが大型バイクなんて乗りこなせるわけがないんですよね。ひょっとしたらね、一流のライダーは乗りこなせていないよなって客観的に自覚できているからこそ一流なのかもしれませんけれども、公道を走るだけのアマチュアライダーにははっきり言ってこんな速い乗り物は必要ないよなと思っております。日本の公道において大型バイクなんて必要ないよなと思う理由、その2、でかい、重い、暑い割には寒い。もうね、でかいんです、重いんです、そして暑いのに寒いんです。最近の大型バイクはね、一昔前に比べたらだいぶ軽量コンパクトにはなっているんですけれども、それでも車体重量が200キロを超えたモデルもザラにありますし、ものによっては300キロ近くあるバイクだってあります。まあそんなもんですから立ちこけのリスクも当然上がりますし、一度横になってしまった大型バイクを引き起こすのは容易なことではありません。もし道の真ん中でこけてしまってなかなか起こせないでいたら、後続車に迷惑がかかる可能性だってありますからね。僕が大型バイクで初めて公道を乗った時に思ったのが、加速 G もですけれども減速 G もすごくてですね、ものにもよるんじゃないかなと思いますけれども、随分と曲がりにくくて止まりにくいバイクだなと思ったんですよね。そしてこれはどの元ブロガーさんも言っていることなんですけれども、耐熱がえげつないですよね。夏の時期に渋滞にはまったが最後、地獄の火炎とか灼熱の炎を浴びせかけられたようなとんでもない熱波に襲われてしまいますからね。もうね、車体前方についているファンがライダーに対して容赦ない熱風を浴びせかけてきますからね。さすがにそれは言い過ぎだと思います。そして夏にはあれだけライダーをこんがりと焼いてきたファンなんですけれども、冬になったら逆にうんともすんとも言わなくなるもんですから、ライダーは凍える寒さと戦わないといけなくなるんですよね。まさにね、無慈悲であると言えるのではないでしょうか。普段からあんなにメンテしたり洗車して開けてるのに、その見返りがこれかいみたいなね。重いバイクのメリットは直進安定性が良いっていうのと、横風に煽られにくいっていうのがあるので、高速道路とか北海道のまっすぐな道を走るんだったら向いてると思うんですけれども、日本の国土はだいたい7割くらいが山地でできていますし、それ以外の平野部は大抵の場合人口が密集した都市部で形成されていますから、日本の道路を走る場合アップダウンがあって見通しの良くないワインディングを走るか、都市部での街乗りで渋滞にはまってしまうケースが海外に比べて圧倒的に多いと思います。正直なところですね、ワインディングも街乗りも 150cc 前後のバイクで走った方が圧倒的に走りやすいです。ですから僕は日本の公道を走る上では 150cc から多くても 250cc くらいのバイクの方が理にかなっているんじゃないか
かなと思っております。ということでここまでですね、大型バイクに対する不平不満を述べてきましたけれども、最初に言った通り、それだったら手放せばいいじゃんという意見の方に対して、僕がそれでも大型バイクに乗り続ける理由を述べていきます。それでは行きましょう。必要ないよなと思いながらも、僕が大型バイクに乗る理由、その1、ローギアに入れた時の音が気持ちいいから。大型のバイクはですね、ニュートラルからローギアに入れた時の音がとても気持ちいいんですよね。ちょっと実際一緒に聞いてみましょうか。どうですか皆さん、全然違いませんか。 125cc の場合はね、わずかにカチャリとぐらいにしか聞こえませんけれども、大型バイクはですね、スターンとこう気持ちよくギアが入ってくれるんですよね。もうね、ギアが入った感が半端ないですし、ギアが入ると同時に車体全体が軽く振動して、ライダーはさあ一丁行くかみたいな感じでテンションも上がりますからね。ここら辺がね、大型バイクでないと味わえない素敵ポイントなんじゃないかなと思います。ちょっともう一回聞いてみましょうか。はい、いつもすいません。必要ないよなと思いながらも、僕が大型バイクに乗る理由、その2、同じ速度で走っていてもなんか満たされたような気分になるから。例えば全く同じ道を全く同じ速度で走る場合の話なんですけれども、 125cc のバイクで走る場合と大型バイクで走る場合、この2つの場合で比べた時に、同じ道を同じ速度で走っているにもかかわらず、 125cc のバイクだと確かに面白いは面白いんですけれども、何かが足りないなと思ってしまうんですよね。それがね、大型バイクだとどういうわけか満たされているような気分に陥るんですね。もしかしたらね、低めのエンジン回転で余裕を持って走っているからかもしれないんですけれども、まだ余裕があるのに満たされているような感覚になるのもちょっとだけ矛盾していますんで、何とも言えませんけれども、少し話がそれますが、スズキの GSX-R125 に乗り始めて3ヶ月ほど経つんですけれども、どういうわけかおまわりさんに目をつけられやすいバイクだなってよく思いますね。ちょっと僕の主観的な話にはなってしまうんですけれども、なんかね、普通に走っているだけなんですけれども、パトカーに出会うたびに自分の向かう方についてきたり、脇道から先回りとかをしたりしてですね、踏切を越えるところとか一旦停止のところをじーっと見ているんですよね。そんなむやみに違反なんかしねえよと思って、かなり鬱陶しいんですけれども、警官とは言っても人間ですからね、ひょっとしたらフルカウルのバイクとか 125cc のバイクには偏見持ってんのかななんて思わざるを得ないんですよね。そんなもんですから、同じ速度で走っていても大型バイクの方が安全運転っぽく見られやすいんじゃないかなと個人的には思っております。まあ直接ね、おまわりさんに聞いたわけではありませんので、実際のところはどうかわかりませんけれども、そこら辺もですね、大型バイクの一つのアドバンテージなんじゃないかなと思っております。必要ないよなと思いながらも、僕が大型バイクに乗ってしまう理由、その3、後ろの四輪車から煽られたり、無理な追い越しや幅寄せをされにくいように思うから。これもですね、僕のちょっと主観的な話になってしまうんですけれども、 125cc のバイクもしくは 250cc でも、グラストラッカーのような車格の小さなバイクに乗って道路を走っている時よりも、大型バイクで走っている時の方が、同じスピードで走っていても後ろの四輪車から煽られたり、無理な追い越しや幅寄せを食らうケースが圧倒的に少ないんじゃないかなと思うんですよね。なんでなんでしょうね。大型バイクの方が道路上でも比較的存在感を感じやすいからなんでしょうかね。 125cc のバイクだとね、決してノロノロ運転をしているわけでもなく、普通に流れに乗って走っているだけでも、無理やりに追い越していかれることが結構あるんですよね。原付はもっと端っこを走れと言わんばかりに、こうスレスレをかすめて追い抜いていくわけなんですけれども、自分の前方がね、ガラ空きの状態で追い越してそのまま猛スピードで走り去っていくんだったら、ああ急いでいたんだなくらいな感じでまだ理解できるんですけれども、自分と自分の前の四輪車の隙間に無理やりねじ込むように割り込んでくるドライバーの行動は、ちょっと僕の理解の範疇を超えているんですよね。接触事故のリスクを犯してまで一つ前に出ることに一体どれだけのメリットがあるんだろう。言い方悪いですけれども、ひょっとしてバカなのかななんて思いますね。大型バイク以外の二輪車は全てが原付で、見かけたらとにかく無条件で追い越さなければならないみたいに勘違いしている変なドライバーが時たまいるように見受けられるんですよね。さらに偏見を上乗せして言うとですね、これを言ってしまうとまた怒られそうであれなんですけれども、スバルの K のステラに乗っている僕と同い年かそれ以上の年配女性、その年配女性がね、こういう運転をすることが多いんじゃないかなと僕としては思うんですよね。いや、この動画を見ている方の中で奥さんや娘さんがステラに乗っているという方がおられましたら、本当に申し訳ないんですけれども、ずっとね、僕の心の中でステラおばさんって命名して呼んでいたんですよね。ステラおばさんはね、決して悪くはないと思うんですよ。
ただ単に無知なだけなんじゃないかなと思いますから、いわゆる幼い子供と同じようなものだと思うんですよね。まあ悪気がない分余計に立ちが悪いとも言えるんですけれども、大型のバイクに乗っているとね、こういったステラおばさんに対する牽制というかアピールにもなるんじゃないかなと僕としては思うんですよね。まあ真面目な話ですね、大型バイクの方がヒヤッとさせられるケースが少ないっていうのは僕の経験上紛れもない事実なので、ここら辺も大型バイクのメリットであると言ってしまってもいいのかもしれませんね。ということでですね、今回はこんな感じの話でしたけれども、いかがでしたでしょうか。これを言ってしまうと身も蓋もなくなっちゃうかもしれないんですけれども、バイクなんてものは結局は趣味で、多かれ少なかれ遊びの範疇でやっていることですから、必要か否かみたいな議論は不毛な議論なんじゃないかなと思うんですよね。僕が20歳前後の時にドハマりしたスキーやスノーボードにしたって、言ってしまえばただ山の斜面を降りてまたリフトに乗って登っていくっていう、ただそれの繰り返しですからね。それが必要なことかそうでないかなんて考えるのは野暮ってもんなんじゃないかなと思います。楽しいのであれば続ければいいし、飽きたらやめればいいだけのことだと思いますからね。バイクもですね、まあ似たようなもんなんじゃないかなと思っております。分かっていただける方、共感していただける方がおられましたらとても嬉しく思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは良ければまた次回動画でお会いしましょう。バイバイ。